皆さんこんにちは。今回は、毎週恒例の情報募集動画です。ぜひ皆さんにもご協力いただければと思います。多くのリクエストをいただいておりますが、その中でいくつかピックアップして紹介していきます。一つ目、海外で起きた事件、ある事件を探しているそうです。2、3年前にゆっくり解説動画で見たそうで、海外で起きた未解決事件について解説していたそうです。発生したのはアジア圏で、犠牲になったのは少年、なぜか水着姿で納屋に逆さづりにされているのが発見され、悪魔崇拝のような儀式の犠牲になったのではないかと推測されていたとのことです。人名か何かで検索すると現場の写真がヒットしていた記憶もあるそうで、後から探してみてもこの事件が見つからないそうです。まるで物語で起きたような事件ですが、実際に起きたものなのでしょうか。こちら情報をお待ちしております。二つ目、生き物苦手いたの画像、ある画像を探しているそうです。2011年頃、生き物苦手いたを怖いもの見たさで見に行ったところ、一部の性癖に向けたアダルトビデオのキャプチャらしき画像がアップされており、画像に性的な要素はなかったものの SM 上の格好をした女性が臓器が飛び出た猫を踏みつけたり、飛び出た目玉を踏みつけている画像を寄せ集めたものだったそうで、もう一枚は生きた猫を燃やす画像だったそうです。撮影スタジオと思われる場所で、このような映像が撮られているという事実があまりにも不気味で、詳細が知りたいとのことでした。これに関しては、中国で撮影されたと思われるハイヒールで猫を踏む画像ではないかと思われます。2010年頃にこのような記事がアップされておりました。どうやら定期的に掲示板に貼られ批判されているようです。2006年にハイヒール猫虐待事件、というものが中国で起きており、セクシーに着飾った中年女性がハイヒールで子猫を残酷に虐待する写真が、ネットにアップされたそうで、おそらくこれ関連の画像が貼られていたのではないかと思われます。こちら、他に候補があればコメントお願いします。三つ目、あるホラードラマ、あるドラマを探しているそうです。十数年前の木曜の21時くらいにやっていたドラマで、中年の看護婦が主人公だったそうです。その看護婦が病院の先生の医療ミス化汚職を見つけて、先生に殺されて森に埋められてしまうというシーンがあり、その後、先生がどんどん情緒不安定になっていくという流れになっており、連続ドラマで心霊系ではなかったとのことです。一応簡単に調べたところ、看護師が主人公で介護施設で不審死した事件を暴くというドラマが2008年に放送されていたようです。ただ看護師自身が殺されるというシーンはなさそうですね。こちら、情報をお待ちしております。四つ目、謎の警告画面、PS1 に関する話です。昔、PlayStation 1の実機で遊んでいた時に一度だけ謎の警告画面が表示されたことがあるそうです。深夜にクラッシュバンディレーシングを本体にセットして電源をオンにした後、ディスク側のオープニング途中で警告画面が表示され、フリーズしてしまったそうで、背景にはクラッシュ、バンディクーの画像と日本語が書かれていたそうです。この警告画面について、一体何だったのか気になっているとのことでした。また、レッドハンドプロテクトスクリーンというエラーとは異なるものだったそうです。背景にクラッシュバンディクーが表示されていたそうですが、ソフト側のエラーなのでしょうか。こちら情報をお待ちしております。5つ目、気持ち悪い月、ある動画を探しているそうです。2015年頃、YouTube でものすごく気持ちの悪い月の動画を見たそうで、タイトルは英語だったそうです。内容は、夜の空に月のように光る球体があり、玉の子から無数にうねうねしたものが出ていて、それが動いていたそうです。再現イラストもいただいており、このように球体の周りから何か動くものが無数に出ていたとのことです。実際に月だったのか、奇妙な生き物として紹介されていたのかは不明ですが、確かに奇妙な映像ではありますね。アーティストか何かの作品だったのでしょうか。こちら情報をお待ちしております。6つ目、NHK のサラメシ、ある不気味な回を探しているそうです。1、2年ほど前、
NHK のサラメシに映り込んだ不気味なワンシーンを探しているそうです。ある会社の新入社員の女性に密着する回で、自宅で弁当を作るシーンに冷蔵庫が一瞬映り込みます。その冷蔵庫の扉に貼ってあるメモの中に赤文字で宗教的な儀式の手順について書かれたものがあり、かなり異質であったものの、一切触れずに番組は終わってしまったそうです。メモは箇条書きで文字のみで書かれており、田舎の家族から送られてきた生活についてのアドバイスのメモらしい、とのことでした。かなり不気味ですが、サラメシのバックナンバーを見てもそれらしきものがなく、SNS でも特に情報がないので調べてほしいとのことでした。サラメシですが、NHK がやっている様々な人のランチに密着する番組で、ホラー会があったという情報は確かにありません。一般人が出演することもあるようなので、サラメシだったとすれば、本当に触れてはいけないメモだった可能性もありそうですね。こちら、情報をお待ちしております。7つ目、ヘルクリーン、あるタオルの会社を探しているそうです。自宅にあるタオルに記載されている会社名が気になっているそうで、ある時、不思議な会社名のタオルが紛れ込んでいるのに気づいたそうです。そのタオルがこちらですが、親に聞いてもどこからもらってきたのか不明らしく、会社名やキャッチコピーからアニメっぽいという印象だったそうです。タオルに記載されている会社の情報を調べてみても、情報が何一つ出てこないとのことで会社について調べてほしいとのことでした。おそらくですが、ポップンミュージックに関するタオルではないかと思われます。ポップンミュージックにヘルクリーンという組織が登場するそうで、西新宿の某ビルを磨きまくっているという設定があるらしいです。おそらくこれ関連のグッズではないかと思うのですが、どういった経緯で配布されたのかは不明です。このタオルについて、何か情報があればコメントお願いします。8つ目、変化する画像、ある画像を探しているそうです。2018年から2020年、動物の森、シズエイラスト、で画像検索していたそうです。そこに表示された画像をタップし、下に表示されていた関連画像を見た後、サイドウェイスクロールし、同じ画像を見た時に、蒸気のようなイラストに変化していたそうです。あまりの恐怖にすぐ戻ってしまったため掲載元はわからなかったそうですが、後日同じことをしても再現しなかったそうです。元画像は GIF ではなく、前後に検索したワードも動物の森関連だったので、記憶違いではないことは確かだそうです。この現象、そしてあの画像は何だったのか気になっているとのことでした。この件について、同じ現象に出くわしたという方や、画像について心当たりのある方はコメントお願いします。以上、今回の情報募集動画になります。些細な情報でも構いませんので、お気軽にコメントいただければと思います。それでは、また来週、募集結果を発表しますのでお待ちください。